最初言ったその、日本政子でここは浪江町から南に動くっていうで、ここは東和市っていって、ここ合併市町村で、うん、まあ、ここは佐賀県で言えば富士町ぐらいの感じのところで、うん、ここに支所があって、ここのところを、まあ、佐賀県庁長が任されたという人なんですけど、ここから来てらっしゃるもんですから、現実には津波被害を受けられた方もいるけれども、原子力で来られた方が、いろんな方が混在させているんですね。で、それで、岩手はこちらになりますけど。それで、はい。この清橋市の海沿いですね。うん、で、名古屋、それから小名浜、そしてから、四つくらい。東馬。東馬ですね。うん、で、伊佐、伊佐馬。この会話はもう、新店で、店の通りの状況になっておりますと。これは、逆に一部損壊だとか、あるいは半壊の、皆さんの方が、やはりボランティアでたくさん必要とされてますし、膨大な土砂ですね。砂と、それからアスファルトをめくってきたものが全部床下に入ったそうですね。それをかき出すのに。住民ばかりで行っても、やっぱり3日ぐらいかかるという状況がずっと続いています。僕も阪神・淡路の時に行ってたんで、僕も日帰りで入ってたんで分かるんですけど、さばきが大変なんですよ、本当は。だからあれをさばける人がいるのかなっていうのが、いや、気になるところですけどね。うん、それがコーディネーターの見せ所ですけどね。いや、そうですよ。でもまあ気持ちは嬉しいじゃないですか。でもね、軍手も社よりも、現地でくれるもん、くれるとか貸してくれるもんだと思ってくる人いっぱいいるんですよ。うちはもう高圧の洗浄機がああいうものから全部だからね、そのまあ本当にプロのそういう人を助ける組織っていうのはいろいろ分かってるんですよね。でもじゃああんたは国を持ってない人いらないかっていうと、それはそれでまたありがたいんでですね、だからそういう人を上手に、使っていくっていうのはですね、分かりました。はい、気をつけて。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。また俺に触れて教えてください。はい。はい、また、ありがとうございます。連絡します。はい。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。